こんばんは、速稼塾の久保です。今日もモッピーでね、稼いでいきましょう。今日珍しいの見つけましたよ。じゃあ画面切り替えていきましょうか。やっぱりね、コツコツやってるとね、あ、こんなのあるんだっていうのがね、必ず出会えるんですよね。今日はその一つです。マックス6200円、まあほぼ6200円ですね、皆さんにね。この6200円が、まあ物を購入しなくてもレビューだけで取れるというやつでございます。じゃあそれがね、どこにあるかっていうことなんですけど、まずトップページ見ますけども、私今ね48,113 ですよ。アンケートも地道に答えてますよ。アンケートすごいでしょ。こうメニューでしょ。まずアンケート行ってみましょうか。ほら、アンケートむちゃくちゃやってるでしょ。このね、1ポイント2ポイントを大切にしてやってるというこの涙ぐましさ、まあこれは置いといてですね、なんですかね、判定中行ってみましょうか。判定中多いでしょ。これガサガサ入りますかね、これからね。で、今日紹介するのはこれです。どれだ、このゲスト用ゼクシー口コミ投稿ってやつですね。ゼクシー口コミ投稿ですよ。今ちょっと線引きますからね。これダーンと、これね、1回口コミを書くと220ポイントなんですけども、1人10回まで書き込めるんですよね。すごいでしょ。ということは2200ポイント合計ゲット。しかもこれ噂によると最大4000円相当の Amazon ギフト券もプレゼント中ってことなんで、合計が6200円になりますよねってことなんですよね。6200円ね、いいでしょ。これ何も購入しないわけですよ。どこにも行かないんですよ。なんかすごいでしょ。これまさにパソコン1台で6200円じゃないですか。これ良くないですか。いいんじゃないですか。ということでね、地道にやってればこういうのがね、やっぱり出会えるんですよ。なんかね、3日に1度くらい、あ、こんなあったんだみたいなのに出会いますし、まああとね、3日に1度はまあ普通にね、5000円とか1万円っていうのが巡り合いますし、で3日に1度くらいはアンケートで、え、こんな、何、アンケートの裏側にこんなのあったのみたいなのがあってね。この前も Amazon ギフト券1万円分だったでしょ。1000円を10回とかね。だからね、やっぱね、あるんですよ。で、私はこういうふうなことを毎日5分とか10分やってますけども、人それぞれね、一人一人違いますからね。一人一人できるのとできないの違うじゃないですか。だから私がいくらね、こんなのあるよって言っても、いや、それできないっすよみたいになっちゃうんで、私ができるやつはね、こうやってどんどんお勧めしてますけども、まあ、本来一人一人自分でできるやつをやっぱ探していかないといけないですよね。この要するに、たくさんの情報の中から自分に有利な情報を探すっていうのが、まずは情報ビジネスとかのね、第一歩ですから。要するにパソコン1台で稼ぐ、スマホ1個で稼ぐのの第一歩なんですよ。だからこれをね、他の人に探してってやって、そうはいかないですからね。他の人はその人自身のやりますから。だからここはね、自分で開拓していくってことです。まあでも、こんなね、お金の稼ぎ方があるんですよね、現代では。すごいですよね。今日6400円でしょ。考えられないですよね。これレビュー書いたからって言って1時間はかかんないですよ。だからね、レビュー10件書いても1時間かかんないですから。じゃあ日当6400円で働くのか、私がガードマンの時日当6300円でしたけどね、ガードマン1日やって、しかも車で現場まで行って、もう喉カラッカラになってね、ジュース2本ぐらい飲んでお昼ご飯食べて、でどやされてだからね、これ1時間で6400円ってどんないい時代なんだと思いますね。しかもこれ資格もいらないですし、だから破産しててもね、全然できますからね、これね。すごいですよね、これ。生かしていかないと。それじゃあ。